みんなまださ、それ周りのおかげなんだけどね、気づいてないのか、まあでもなんか慣れた、手のひら返しは、今めっちゃチャンス来てるのにもったいない。そう、炎上は良くないんだけど、好機になる可能性もあるから、ピンチはチャンスなんだよ、特にふわっちってね、だからこう困ってるよね、天然さんとかも、家臣くんがアンチ増やしすぎちゃって、でも実力があるから、家臣くんってその絡んだらたまにめちゃくちゃ面白い時があるから、そう困ったなって天然さんも思ってると思う。いいとこから、そうそうそう、面白いとこあるじゃん、もったいないよね、あんなにアンチ増えちゃうと。だから私もそれでさ、もう今過信アレルギーが多いからさ、逆、頑張りが逆効果というか、本当にもったいない。今回の件笑えないよね、笑えないよね、本当にただのおもちゃになっちゃうよ、家臣くん、もったいないな、それが、あの本当にこいつ何、そう、ただのおもちゃになっちゃう。正直生活だけじゃ反映さないって取り直しもない。いや私やらないよ、やらない。まあこれで500ナイスぐらいいったら話は別だけど、我のツボが分かってないのが思ってる。もうあの年で誰も教えられないし、変わることはないかと。そうだね。舞ちゃんこんばんは。やらないよ。カシアレルギーでさ。でも美味しいのに枠も便利。まあね、だから、あれだよね。誕生日次だ。だってしんどいんだもん。マジでしんどいんだもん。本当にしんどいんだもん。すごいな、誠治さん、誠治さんすごいな、誠治さんすごいな、ナイス、マンスリー、 WGP 全部取ったんだね、あ、誠治さんとこ合宿行くよ、あのナイスやめるからって、あのやるのやめたとかない、いや、それはない。ナイスやると自由聞かなくなりそう。なんかね、まゆちゃん、あ、短冊ありがとう。 M ちゃんありがとう。まあそうね、もう大変っていうことを知ってるからね、大変ってことを、いやストレス、そうなんだよ、何かあればナイスしませんって。いや別にそのアンチはどうでもいいんだけどさ、アンチはどうでもいいんだけど、本当に大変なんだよ、マジで大変なんだよ、
そう、まあ配信はやるけどさ、やっぱたまに私オフもないとオフ作れないでしょ、ナイスって。うん、うん、明日からナイスボタン、あ、そう、もともと1ヶ月しかやらないっていうあれだってね、あの誠司さんね、ナイスでやん。あとなんかもう毎日ナイスっていうのもなんか疲れる。週一休みたいな、まゆ、せめて週一休みたいな、うん、まあ、よしえさんはすごいよ。で、私がナイスをもらうって毎日何かしないといけないから、やっぱ継続してる人は違うかもしれないけど、1ヶ月だけやろうってなると何かしないといけないんよね。韓国年内行きたいね。年内行きたいな、考えてる、年内。まあいいんだよ、別にナイスなくても配信だらけたりしないし、今月はもうね、ちゃんとやるから。なつなっちゃんも大変そうだったって。何、あ、整形が。この季節暑いからダウンタイムきついんじゃない。夏は絶対やんない、お風呂入れないしさ、汗かくしさ、やらないよ。うん、やらない、やらない。な、今月の目標は、まあ、誕生日月だからね、誕生日はの月はいろいろやって、誕生日のケーキいっぱいもらって、イベントも頑張って、リスナーさん増やす。そう、リスナーさんをちょっと増やしたい。うん、あ、デミのダウンタイムやばいんだ。へー、秋冬春とか夏以外、秋でもちょっと暑いとあれだから、まあ10月からとかじゃない、やるとしても。デメってほら、おくめ、デメ、アジアの人っておくめな人が多いのね。で、私デメなんだけど、おくめより、あのほら、白人とかもほとんどデメ、眼球がちょっと前に出てるというか、うん、その手術があるらしい。それをしたんだって。しんどいんだ、ダウンタイム。もう今の時代何でもなれるね、うん、何でも。前の誕生日パーティーは何の予定もないです。あの、前の誕生日会しようかとか、あの、誰一人言われてないし誰一人言われてないです。前の誕生日会されたことない。もう3年やってるけど誕生日会されたことない。されたことないっていうのは嘘だけど、あ、そのパーティーはされたことない。何人か集まってとかない。予定ないんだけど、いつも一人でここで過ごしてるんだけど、うん、ないですね、うん、いいんだよ、パーティーとかみんな計画してくれてもいいんですけど、去年彼氏と温泉、いや普通に私ここでケーキ作って過ごしてたよ。ケーキ作って、うん、一人でリスナーさんと、そう、リスナーさんとパーティーの企画しかないわ、うん、そう、毎年そうだね、うん、去年彼氏と、私去年の誕生日彼氏いないんだけど、いないよ、うん、うん、いないいない。パーティーね、田中さん、うん、
あ、リアル誕生日は必ずここで稽古とか、まだだからディア友とかはあれとして、うん、かやくさん付き合ってないね。うん、7月25相沢さんの裁判始まる一言。本当に裁判するの、誰と、何も知らない、うん、何も知らないや、うん、あ、イキリストくんと花屋さん、まいちゃん誕生日会主催 してくれて募集したみたい。そんなの募集するもんじゃないんだって。祝いたかったら祝うと思うし、自分から言うもんじゃないんだと思う。別にいいんだよ、 祝いたいと思ってくれた人が祝ってくれたらいいと思うし、うん、そう、そんなの募集しないよ。うん、別にそんなね、ただ生まれただけだから、生まれたってだけだから。あ、ひーちゃん自分、あーね、この前の誕生日会そうだったね、ひーちゃんね、うん、そうだったね。でも私そういうの苦手だもん、みんなの前で歌う、私誕生日歌いま、無理なんだよ、私絶対無理だから。そうなの、うん、あ、メガホン嬉しい、うん、メガホンありがとう。そうですか、誕生日会募集しようかな。まあ誕生日当日はみんなと過ごして、翌日とか、よかったら私の誕生日会来てくれませんかって、ツイートしようかな、配信者の方たち募集してみようかな、うん、そうしようかな、うん、いや、シーさん大阪だもん、だって、うん、そうだね。まあ中村くん、天然さんは来てくれるんじゃない？うん。来てくれるんじゃない？大切エリアと言ったし。で、ひどなさんもワンチャン。ね、5人ぐらい集まったら十分だよね。うん。うん。そうね。舞ちゃんの生誕祭。うん。さとみさん、エンジーさんとか、まあ、来たら来るかもしれない、うん、まあいいや、そんなのまだ2週間も先だし、うん、いや総理マジひどいよ、昨日電話したの、総理私来月誕生日なんだけどっつったら無理って言われた、金ないから無理って。いや、金ないからっていうか、いや金あるの知ってるんだけど、性格悪いよね、あいつ。あいつ性格悪いよね。豪邸に住んでてさ、金ないから無理とか言って。うん。うん。本当にベルトあげたのに、うん。去年もあげてんだよ。去年ももらってない。一昨年ももらってないし。毎年毎年総理はね、お祝いしてんのに。エンジゼロワンにブロック、そうなんだ、なんで、うん、そう言いながらしてくんないんだよ、去年も一昨年もしてもらってない、 しないんだよ、うん、あ、でも祝ってもらいたかったら勝手に来いよっていう家に、うん、なんで揉めたの知らないよ、エンジさんがなんで、うん、なんで、うん、